石川家の続ラジはこの番組は鳥取県米子市に住む結婚16年目のごく普通の夫婦気象予報士の私石川や康とフリーアナウンサーの私田中ゆかりがお送りする「ふふっと笑える夫婦のラジオ」です。 インスタグラムと、X、はハッシュタグフフラジで私たちとつながりましょう夫婦や家族にまつわるあなたのお話もいっぱい聞かせてくださいね 1>, 1週間の締めくくり週末の夜をちょっと楽しくするラジオ夜10時までアラフィフ夫婦のゆるーいトークにお付き合いください。 お好み焼きゆかりさん、フォローありがとうございます。<laughs> どうしたんですか、突然。いやー、先週から、お好み焼き論争が始まりました。あ来ましたね。関西風お好み焼きが好きな私。はい。そして、広島風お好み焼きが好きな私。どっちも美味しいんです。うん、どっちも美味しいのはい、ね、もう百も承知なんですが、うん、意見が分かれた。うん、分かれましたね。 びっくりですなんで切れてんねんあんた。びっくりですってそんな中番組の放送内容をちょっと要約したものを X に書き込んでちょっと発信をしましたところなんと関西で有名なお好み焼きゆかりさん公式の X のアカウントからフォローしていただきましたありがとうございますふフラジのアカウントをフォローしていただきましたいや行ったことはありますもんねなんか 家族でもあります家族でもありますもう私はもう昔から通い詰めてます、うん、なぜなら、うん、私は田中ゆかりと言います、うん、お好み焼き大好きな田中ゆかり、うん、なんとゆかりちゃんパスポートというものを持っていますなえっ何ですかそれはお好み焼きゆかりで発行されます、うんうん、ゆかりという名前の方には、うんえー 特製のお好み焼きが豪華なものが具材もたくさん入った豪華なものが半額で食べられますすごいねそれ本当にそういうのが本んにあるんですでサービスグループで今4名分ぐらいかなドリンクが無料になりますえそうだったっけそんな魔法のパスポートゆかりちゃんパスポートえ恩恵受けたことある？いやけどあると思うけどえドリンクも無料だったっけ 昔から私はお好み焼きはもうお好み焼きゆかりに行くことが多くて、<う>まあゆかりちゃんパスポートもまあ早くから申請して、<う>で、もういつも財布の中に入れてます。<laughs> ある<の>はい。まあ3位にこうね、鳥取県米子市に引っ越ししてからはなかなか行く機会が少なくはなりましたけど、うもうこの1年以内も行ってます。ああ、まあまあ行きましたね。はい。この間、週末よ。昨日。<う>昨日何番行ったんん。 ちょうどね、あの、私、大阪で仕事があって、で、関西に家族でね、帰省をしていました。で、南波を、南波に遊びに行ったんですね。そして、お昼ご飯とかね、食べるところ探してたんですけども、ちょっと子供が多くてね、あの、甥いっ子とか姪いっ子も一緒に連れていたので、で、あの、すぐ入れるところとかどうかなと思って探してたら、お好み焼きゆかり行列いや、すごかったね。すごかったです。行きたかったんですけど、ちょっと行列がね、あれでちょっと時間もあったのでね、他の。 諦めましたけど次回ぜひ行きたいと思いますいやフォローしてもらってそうなんですよあのお好み焼きゆかりですよいや知ってますよだからもうふふラジは関西お好み焼き推しですいや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 メール読んでみ今日ちょっとプリントアウトしたけどお好み焼き論争でねメール今まで一番来たんじゃないですかいやすごい来たたくさん来ましたクイズ中間管理職さんはいありがとうございます先日の放送でお好み焼きは大阪府広島府論争がありました僕は ゆかりには申し訳ないでですすが、うん、断然広島風です来<た>母親が兵庫県新温泉町出身なので子供の頃から食卓に出るお好み焼きは大阪風でしたがし、ね、僕が広島の人と結婚して広島風をし でから断然広島風が好きになりました<う>今両親と同居していますが、はい、うちの妻が食事当番の日に親からもたまに「お好み焼き作ってほしい」とリクエストがあるんです。へえー。ああそうか、はい票ラ。ランディースマイルさん「はい、私は広島風お好み焼きが好きです」ら。来た ほら来たよ小麦粉の生地を薄く伸ばして、はい、キャベツや豚肉焼きそばなどを山盛りにし薄く焼いた卵などを重ねて蒸し焼きにしたもので、うんうん、お好みによっていろいろな具を入れることもあります、うん、ああいいねはい自分でアレンジできるねはい、うん、そうなんですで他もいただきましたはいねおとんさんから頂きましたはい私は広島派です、はい、クレープ状の衣にたっぷりのキャベツ最高です、うん 大阪には住んでいましたが、お好み焼きに関しては、広島派。んぼでも食べられます。石川ちゃんに一票。ほら、来た。ああ。ほら、来た。これまた広島風。ほら、ほら、来た。はい。で、えこれ、松江市のお父さんからですよ。そして、えポクリはセ林先生、岡山から。広島派、お、大阪派という話が出ていましたが、私は、どちらも好きなので一概には言えませんが、どちらかといえば、 広島派よりね広島派より岡山がね広島に近いので、うんうん、どちらかというと。旦那さんが言われていたように、えー、石川ちゃんのことですね、うん、焼きそばやキャベツが入って、うん、食べ応えがあって、うん、クレープ感が良いという意見に共感しました。そうなんよ。そうなんよ。あ,<ー>あのなんていうの混ぜないああ。 スポットライトが浴びてる当たるっていうのがよくないぐちゃってなってないっていうねそれがねいい魅力の人もいるしテクノロジーさん広島に来なったら美味しいお店紹介しましてああいいねゆかりさんお好み焼きは広島風ほら広島風も辛いそば とかああそうそばだけじゃなくてうどんとかいろいろあって面白いですよほら麺麺にもバリエーションがあるじゃんゆかりさん広島のお好み焼きも食いイや <laughs> <laughs> 分かってらっしゃいますねなーヘイボーインさんまと,まとめていただいて、ね、はい広島スタイルが好きですああおすごい今のとこ満票、うん、満票じゃないうん焼きそばも結局はお好み焼きの生地と同じ小麦粉だろうという人がいますが声を大にしてエコーをかけて言いたいですはい うっせー食感がまるで違うんじゃ <laughs> エコーかかりました。エコーかかる。かけときましょうじゃあ。はい、<で>はい。石川ちゃんがあとです。手作業です。はい。かけます。はい。はい、ということで、あの、今届いたメールは、すべ、うん、て広島発たほら、来たええー。発表いただきました。 ええー、もうこれ、お好み焼きゆかりにも、もう申し訳があったたんわん。<え>もう顔向けでけへんわ。ふらじもフォロー外されるんちゃうか。んと思っていましたが、うん、新たな発見がありました。お、なんでしょう。お好み焼きゆかりは、広島風もありました。すごっ <laughs> <laughs> すごいね売ってんの <laughs> すごい出してるのこれ関西で創業昭和25年の老舗ですよお好み焼きゆかりさんは。で、 いいいろんんなを使っったお好み焼きぱあるですじねぎ焼きとかあと特選ミックス焼きとかあとチーズたっぷりのフロマージュとかああすごいこれ美味しかったんですフロマージュ焼きおすすめなんですああ食べたことある今ムページ見てるんでしょはいはいはいもちチーズとかチーズが入ってるやつねそうそうそうでそのフロマージュはほんとすごい真っ白ですからねそうね5種類のチーズが入ってますチーム チームは入ってません。チーズが入ってます。なんとかわかるじゃないそんなお好み焼きゆかり、なんと、広島風も取り揃えておりました。あるわ。そういえばそうでした。よく覚えてるね。ただすみません。私注文したことないです。ああ、よく私は、すはい。本当にすごいね。いや、だからね、これおすすめマークも書いてました。ホームページ見ましたら。で、これ豚バラ。 イカ、むきえび、イカ天、麺。ああ。入ってて。すごいおたふくソース仕上げああ、いいじゃん。このゆかりはね、あのソースも売ってます。あそう。レジの近くに売ってて、私よく買うんですけど、マヨネーズも売ってて。あマヨネーズゆかりの。はい。おいしいんですよ。お好み焼きに合うんです。あそれだけ買ったらよかった。昨日、なんばで。また。ほなら並ばでも買えたのに。あんた、そういう食べ物の後悔多いからね。 そうやね買っといたよかっ今度いたいな。いや本当いやでもねお好み焼きゆかりさんふふらじの応援隊ということでいやいやいやフォローしてもらってるとりあえずフォローしてもらってるだけだから応援隊とかなってないはずだから向こうもこうねサポーテッドバイいやないないないいやいいやいやかっこいいなかっこいいなっていう気持ちでおりますありがとうございますありがとうございました本当に 他の企業の方々もフォローお待ちしてます。お店の方々お店の方々ね。そうですね。これはもうでも論争からのスタートですから。あ、そうですね。例えば、あの、甘エビ専門店の方とか。いや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 。いや、論争にはなりましたけど、番組内で。はい。だから、食べ合わせ番組としてね、あの、これからも頑張っていこういや、違う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 。夫婦のラジオだから。別にグルメ番組でもなんでもないですでも多いですよ。ちょこちょこおばさん。 えー、ほぼ毎週聞いています。お久しぶりにメール。あり,ありがとうございます。エビの頭は必ず吸います。はい、味噌美味しいですよね。<laughs> 美味しいんだね。キャベツの千切りにはマヨネーズかけます。あ、かける。た。天ぷらにもマヨネーズかけますか<え>私は大体の天ぷらにマヨネーズをかけています。え,ー、えあのね、天ぷらって衣がついたエビ天のような天ぷら。うんはい、いわゆる天ぷらには私マヨネーズかけないんですけど、うん、練り物の天ぷらって言うでしょ。 ああ、そっちはい。はい、はい、はい、例えば、ま、有名なとこで行くと、その、あの、赤点とか。は、ああ、浜田のね。浜田の名物、赤点とか。そういう感じの練り物。はい。あと玉ねぎ点とか、野菜点とかいろいろありますけど。ああいうのにはね、マヨネーズ。あいや、いや、それは、それは、わかるね、醤油マヨネーズ。わかる、わかる、わかる。あれ、醤油とマヨネーズ、あれ、混ぜてちょっとつけるけど、あれ、どないいや、ちょっと、 いや、でもそれはやるな。それはやるわ。醤油マヨはやるわ。混ぜていこう。いや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 、全部。お好み焼きも混ぜていこう。いやいやいや、おかしいおかしい。いや、でもすごいね。でも、天ぷらにマヨネーズって、意外に合うかも。ねえ。どこの天ぷらなのいや、だから、あれじゃん。あの、太巻きとかでもさ、あの、エビ天巻きとかあるじゃん。ああ、なんかマヨネーズ入ってるじゃん。あれ最高。いや、だから、あ、そうか、合うかもって今思った。 でもなんかそれちょっと、あの、いい発見のような、うん、もうさらにカロリー増し増しにさせてしまう、<laughs> なんかちょっとドキッとする発見のような。まあちょっと罪悪感は増すよね。はい、でも、ぜまあ、うまいんでしょうね。いや、でもちょっとやってみます。うん、でも全部でつけるって書いうことなのかな。うん、放棄のカッパマンさん。はい、番組で刻みキャベツにマヨネーズをかけるか論争がありましたが、はい、私はマヨネーズをかけて醤油をつけます。 マヨネーズをかけた上で醤油をちょっとつけて食べるのかなおうおうおうそれは何にキャベツキャベツにはい混ぜるってことそうみたい珍しいな醤油マヨし<ー>マヨでキャベツを食べるってことそう醤油マヨまあ美味しいでしょうけど、ね、まあまあうまいかな、まあまいだろうな、うん いや本当にすごいないろんな食生活があるのよねということでこれにこれが合うかなとかこれ混ぜたらどうですかとかそういったメールもお持ちしてるいや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 もうそそういう番組になっちゃうからそうですか夫婦のお悩みとかも募集してるわけだしはい言い合いなんか言い合い番組みたいになってるから食べ合わせとか言い合いとかそういうふうに看板掲げるんじゃないですか 次のいや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 いきなり企画変更みたいなやつ情報バラエティーみたいな感じでグルメ食べ合わせみたいなやいや聞いたことないないですか日地すぎるでしょそうですかあとねドラマ化の話があります石川家いやいやいやあります勝手に勝手に盛り上がってるだけじゃない福男さん鳥取市から石川家のドラマ化の飯田しっぺとして。 責任をすごく感じ、ドラマの配役を考えました。責任感じて、話前に進めようとしてるじゃん。そもそも福男さんが、ドラマ化したら面白いんじゃないかって言ってくださいました。ありがとうございます。配役。ゆかりんは、ほう。矢田あきこさん。絶対違うでしょ。ほう。その、適任、適任、適いやいや。 いやいやいや。もちろん見てる。いやいや。見間違えるかもしれない。いや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 。石川ちゃん。うん。二人います。ほう。木山雄作さん。または、ぬくみず洋一さん。ふれ幅。矢田明子さんからのふれ幅すごいね。子供たち。うち三人いますけど。はい。地元の子供のエキストラ。ほう。 急,急にですね。<laughs> そこは、そこはもう,もう白紙みたいな感じになってる、うんえー、ゆかりんの母。はあ、ハイヒールももこさん。<ー>または田中ゆかり。あああね、ここで本人か。本人ね。父親は、池のメダカさん。だいぶコテコテになってきた。まあちょっとイメージ違うようで、まあ中身はなんとか納得みたいな。はあ、石川ちゃんの母。はあ、大船長のえっちゃん。石川の父。 うん、ディレクター、ヤワタさん。<laughs> いやいや、急に持ってきたな。ヤワタさんとえっちゃんは夫婦っていうことになり、愛になります。<や>夫婦役という <laughs>、えー、職場関係、うん、丸山里美アナウンサー役、松島直美さん、あ,<ー>あの、もっとオセロの、桑本光義部長、うん、ルー大柴さん。<laughs> それ、英語英語が挟まる感じの、 方というイメージですね。すごいいろんな人が出てくるね、はあ。ドラマのコンセプトとしては、十、はあ、年後幸せな夫婦家族になるために。今必要な取説を提供します。ふふらじと同じように、ふふっと笑いながらも、確信をついた内容になるといいな。それで、世の中に笑いを充満させてほしいなというい、はあ。すごい。もう作者ですから。いや、本当すごい。他にも。はい。ニナ、えー、の母さん。はい、ありがとうございます。石川家のドラマ。はい ね、そんな話題がありましたが、はい、放送が終わってから想像してみましたありがとうございます <laughs> すごいですね想像力い、ありなぜなら、うん、大阪から BSS のサイン放送のアナウンサーとなり石川ちゃんと出会って結婚し、はい、ゆかりさんは先日のお悩み相談でもあった番組の降板や終了を経験され、うん、3人の子供を育てながらも現場を離れず、うん、石川家全体の協力で RSK ラジオ、山陽放送の番組まで担当され、うん、そして全国でも珍しいご夫婦の番組を持たれるまでになり、うん、これはドラマとしては相当面白いと感じています。なんか結婚式の工場みたいなね。<laughs> <laughs> 今までのなんか歴史が一言で、ね。そうですね。ありがたいですね。えーえー、当然ドラマのタイトルは、石川家の夫婦ラジでいきましょう。ああえ私は石川ちゃんには、 上川也さん、うん、いや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 大御所すぎるでしょゆかりさんには松たか子さんにいやいや,いや,いや言うのはただかもしれんけど言うのはただですいや,いやただかもしれんけど演じてもらいたい、うん、お二人はどなたが理想ですかいやもうだから私の今のところ松たか子さんか矢田明子さん もう受けてくださるならどちらでも。いやいや、受けてくだ。いやいや、選べないよ、あなたは。あ、そうですか。どうですか今のところ、温水洋一さんか、木山優作さんか、え、上川隆也さん。いやいや、どうですかいやいや、ジャンルがすごいな。どうですかいやいや、ちょっと上川隆也さん。おじゃ上川隆也さん、お願いします。関係者の方でえ、近家のふふらじドラマか。いや、誰やねんって話になりますから、岡山、吉美中央町のてるるんさん。はい。 ドラマ化のエキストラに参加したいです。あ、え、もうエキストラ募集中ですか？エキストラももうもうだいぶ来てますね。エッチャンも来てます。大船長のエッチャンもはじめそもそもありましたし、テルルンさん、ありがとうございます。だいぶ揃ってきましたね、これで。揃わない、揃わない。あ、そうですか。揃わないですよ。あ、わかりました。 えー、他にもねたくさんメールをいただきました。あのユーチューブの話もありましたね。関東はおくりんせんさん、石川ちゃんとゆかりんチャンネルというユーチューブ解説賛成です。で,すでも名前はゆかりんと石川チャンネルの方がいいんじゃないですか。ああ、がね。いいね <laughs> タイトルまで考えていただいて。えこちら最後に。はい。林天石村さん。ありがとうございます。はい。月曜日のラフリーのオープニングに、うん、先週フフラジを聞いたその夜変な夢を見ました。はあ。 という内容のメールを送りましたあ、はいはい、それはなぜか石川家に何かプレゼントをしないといけなくなり考え抜いてどういうわけか車のタイヤそれも2本プレゼントしました、うん、よしタイヤ2本を送ろうと思った瞬間スマホに X の画像が出てきて「タイヤありがとう!」とにこやかにタイヤと映るゆかりんと石川ちゃん、うん、えっと思った瞬間に目が覚めました「うん、何でしょうこの夢何かの暗示でしょうか?」というメールをまるちゃんに読んでいただきましたはい、はい、ラフリーでね。はい ユカリンが、どうせならタイヤは4本欲しい。車が欲しい。とのユカリンの希望でしたが、石川ちゃんが何とかしてください、そこは。お金かかる話になってるやんか。丸ちゃんの分析によりますと、これは安全運転に気をつけてくださいね。運転気をつけてくださいね。という暗示というか、ことではないでしょうか。 やっぱり石川ちゃんが運転する機会が多いですよね家族を守るために安全運転してくださいね,ねそうそう石川ちゃんのこの夢分析も聞きたいです <laughs> 夢分析ちょっと車が欲しい言われましたけどちょっと車買うのはちょっと今エアコン壊れてるんでそっちの方にちょっとお金を石川家出費が激しいんですよ <laughs> ここに来て暑さが増す中エアコン潰れる言って <laughs>、うん 1> 車一台でやらせてもってますが引き続きです,そうそうです引き続きですよはいちょっと車は後回しですということでふふらじの夢を見たらぜひメールもお待ちしていやただけやねん。あなたのお悩みをズバッと解決 ふふらじ相談室。<music> このコーナーは結婚16年目、ごく普通の夫婦生活を送ってきた私たちがあなたのお悩み、相談、愚痴などを一緒に考え解決していきます。はい。さあ、今回は。はい。ラジオネーム、おとんさん。はい。松江市からいただきました。はい、ありがとうございます。石川ちゃんゆかりんこんばんは。はい、こんばんは。ふふらじ相談室に相談なんですが。はい。 我が家の料理担当は私、おとんです。料理を作ること、食べることが好きな私は、<う>全然苦になるどころか、<う>ストレス解消にもなっています。うん、妻は、うん、料理が大の苦手で苦痛なようです。はい、夫婦間では問題がないのですが、うんうん、子供たちにはお袋の味を思い出に残せないのが不安です。うはうはうこの悩み、 どうしたら、良いのでしょうか。久々だね。あったね。決まりました。決まりましたか。おとんさん。すごいですね。これすごいですね。いいですね、これ。ね、料理を作ること、食べること。大好き。じゃ、キッチンに結構立ってるってことですね。じゃ、どんなものを作っているのか聞きたい。具体的にね。どんなもの作るの。ね。え、すごい。だから、主に、おとんさんが料理を担当している。ね。 奥様はまた違う家事を担当してるし、ね、かもしれないうん、うん、洗濯はとかねそういう感じかもしれませんねいいですねねいいですよねうん、うんうん、まあねう,うちらはまあゆ,ゆかりさんそうそうですね料理は私もお父さんと同じで、うん、もう苦になるどころかストレス解消っていう時もあります、うんうん、ずっと立ってるよねはい。 ずっとキッチンに立って「もういいよ」って言われるぐらい作り続ける時もありますずっと作ってるよねで作り終わったらみんなもう食べ終わってるっていうっていう時もあります作りながらなんかキッチンで用事しながら子供たちが「美味しい」とか言ってるのをこう聞いて「北曽園で北総北曽怖いな言い方よ喜んでるでええやんそうどう味どう?」ああ言うね キッチ薄かったら水入れるし何のあカレーとかかなカレーとか薄かったらそうみシャンタン足すしいやいやいや具体例何でも入れるなとかあります中華スープもともとねそうだからいいと思いますよお父さんああですねうんこれはもう役割分担そうでもやっぱりその将来例えばあの こお子さんが結婚式をするときに、<う>なんかお母さんとの思い出の話のときに、うん、司会者の人に聞かれて、うん、なんかお母さんの作る料理で思い出の味とかありますかあ<ー>私もね、結婚式の司会するとき聞くことがありますあ、うちの母はすごく肉じゃがが好きで、<ー>ね、作る肉じゃがが好きで、ありますよねあ<ー>、まあ。そういう話になったときにどうかなとか、はいまあ、そもそもそのお袋の味として、

発表です。親父の味でええやん <laughs> そうね。いや、それはそう思うわ。最高やん。うん、お袋の味だけじゃないんです。うん、親父の味もいいじゃないですか。うん、むしろ、ちょっと、少数派であったら、なおいいじゃないですか。うん、ね最高。レア感が出ていいよね。そう。うん、でも石川ちゃんに、石川ちゃんの作るお袋じゃない、親父の味もあります。 あああのうちの子供もすでにいますはいああそうかそうか僕も作るから、ね、パパはパパは作る焼き飯が好きだああいい,いね,ねそういうのありますよねあ,あるあるそういうのがまた増えたらいいじゃないですかだからたまにその奥様がもしかしたら料理がねあの苦手で苦痛と言いながらももしかしたらこれだけはっていうのがあったらそれが逆にもスポあ、まスポットライトあそうだからいいと思いますよ、うんうん はい。ということで、解決になったかどうか分かりませんけど、もう自信を持ってキッチンに立ち続けてください、お父さん。そうですね。ありがとうございます。またくださいね、メールね。はい。で、ちょっとそれに関連したメールがありました。ラジオネーム、アイウェオさん。はい、ありがとうございます。石川ご夫妻、こんばんは。はい、こんばんは。松江市からありがとうございます。え、今日何食べる毎日こんな夫婦の会話が繰り広げられていますよね。そうね。え、妻は、夜ご飯何にする私、何にしようか。妻、 何でもいい。うん、そして買い物のパターンも変わらないのでメニューのパターンも決まってくるという構図。石川家のメニューの、えー、決まる権限は<ー>えゆかりさんにあるようですがメニューのパターンというのは決まっていますか？うん、なるほど。まあ権限は大体でゆかりさんだよね、はい。まあ私が食べたい気分 <laughs> だったからっていうのもあります。うん、はい。 カレーが週間に回は出ますねカレーはいいね子供も喜ぶし野菜も取れるしねとああそうだからそう結婚してからあんかけ焼きそばって家で出てくるんだってことはそうですかあと焼きそばが安い時ああはい麺とかあと冷蔵庫にちょっと中途半端な野菜がたくさんちょっとあ増えてきたなっていう時にはあんかけ焼きそばああ 残り物パスタああパスタね白ネギ、白菜キャベツ玉ねぎ何でも使えます野菜そういう残り物パスタあと定期的に作るといえばミートソースああ子供好きだもんねはいあとはこの旬の食材でなんかサンマが出だしたからサンマとか最近ちょっと高くなってねなかなか気軽に買えませんけどあとマグロの時期だからマグロだとかそういった旬のものを取り入れて まああとはベースはだいたいちょっとローテーションっていうか決まっているかもしれませんねそうめんとかね、うん、お鍋とか、うん、季節によって変わってきます、うんうん、鍋率も高いもんね鍋率は高いです、うん、鍋最高です <laughs> 鍋が楽や鍋は楽やーって,言って キッチン立ちながらね野菜切りながらねほんまだってもう煮たらええんやから切って煮たらえんやからいやまあまあそうかもしれないけどねねいろんな味も変えられて毎日でもいいいや毎日はちょっと夏でもいいいやいや夏はちょっといやいや夏もいいかもしれないけどちょっと暑い時期はねちょっと別のものっていうのもあるかもしれないけどということでメニューのパターンはだいたい決まってきてます もしよかったらねててインスタグラムのストーリーズとかに私料理あげてますので,です、ねはい、フォローしてご覧くださいいやいやいやまた何かフォロワー増談室でした石怖い怖いお待ちしていまーすだったで相談室でした番組ではあなたからのメッセージ相談 お悩み、質問、愚痴、何でも受け付けていますインスタグラムと X は「ハッシュタグふうふらじ」カタカナで「ふふらじ」メールアドレスは「ふふ」「#bss.jp」f u「fufu」「#bss.jp」です BSS アプリからも簡単にメッセージを送ることができます来週も「ふうふっと笑えるふふのラジオ」「ふふらじ」でつながりましょう,ふう,ふう 二人は永遠の愛を誓いますかはい、誓いますあれから十数年 <laughs> なんでやねんな甘エビの頭はすいやいやいや、いや、そこは人の自由やろ洗い物したら手荒れるよ。いや、大概僕がやってますけど自称三一の押し出し夫婦がお送りするいや、そこ押し取りやろ石川家のふずらじ BSS ラジオ、毎週金曜夜9時半から。布団かぶって、一人でこっそり聞いてみて。いやどんな番組やねん。